ちは。こんにちは。今日は新作のご紹介です。はい。その名もロール。ロール。くるん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 してるからロールかな。そうですね。裏毛。はい。うちの可愛い表と裏パイル。はい。のこの可愛い生地を使って、なんていうの？アウター。サクッとハオレーダーアウターが出来上がりました。まあ、一応リバーシブルで切れます、うん、ただその縫い目が出るんでその好みによってはね、いや全然うちのいつもやってるリバーシブルはこれだから大丈夫、ほら可愛くない、うん、ほら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 、でポケットも突っ込んだら裏になる、はい、で結構身幅っていうかゆとりがあるんで、あの重ね着とかしても全然もたつかない感じですね。いいと思う。うん。あったかそう。で、うちの裏毛って、やばいやん。やばいな。表と裏でこう、うちのデニムもそうだけど、うん、全表と裏で見え方変えられて、うん、かつ柔らかくて、うん、しかも一点物っていう。もう、こんなこだわりある？ない。見たことない。そんな、でも本当にね、いろんな裏毛見てきたけど、うん、こんな裏毛見たことないもん。ないね。冗談抜きで。だからなんかパーカーっていう感じにしちゃうだけだともったいないなってなって、はい、ちょっとアウターでしっかりハーフシーズン中着ていけるような、うん、何か着れる可愛いアイテムに落とし込むことができました。着た感じは軽い？軽いよ。サクッと着れる。そう。で、もう本当なんていうの、家でも部屋着でも使えるし、うん、ちょっとお出かけでも全然いけるでしょ？いけるね。だから。お出かけ着にも部屋着にもいつでもどこでもこれを1枚持っていただければいいかなと思っています。はい。じゃあねー。